星野忍は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンターに、所属していた元騎手、元町教師。騎手時代は特に障害競争での成績が顕著だった。1971年に、坂本恵三郎旧社所属騎手としてデビュー。同期には、中野栄二らがいる。デビュー時は、平地、障害ともに騎乗していたが後に障害競争への比重が大きくなる。 1973年の東京障害特別で重症初勝利。以降は特に障害戦での成績が顕著で、1989年と1990年の両年に JRA 賞最多勝利障害機種となり、1989年には JRA 初となる障害競争200勝をマークした。1997年に調教師試験に合格し、引退。 生涯競争通算254勝は現在でも JRA 記録である。翌1998年に旧社会業。2005年にヤマニーアラバスタで重賞初勝利。2015年7月に調教師として JRA 通算100勝を達成。2021年2月28日をもって定年のため調教師を引退。 最後の出走となった2月28日の中山競馬第 8R を買い合わせで見事に勝利した。調教師通算成績は3998,131勝であった。カッコ内は当該場の優勝重賞競争、太字は GIQ 競争。ありがとうございます。